プレイヤーリストです。ジェフから見てまいりましょう。ゴールキーパー岡本、キム・ヒョンドン、山口、天野、中村、佐藤、山口、大塚、山中、京堂、そして前線にケンペスという布陣です。勝者はどちらなのか。七海さん、ここまでご覧になっていかがでしょう。まあ、まだ両チームとも積極性に欠けますからね。お、これどっちが先に仕掛けるか、打てるか、打った、おー、言えた。山形先生1対0。直前のドリブル、素晴らしいものがありました。そうですね、ドリブルでゴール前に持ち込んでね、普通はちょっと焦ってしまうところなんですけどね、うん、またバイアーノからのパスミスからここからね、シーズンの3ゴール目となります。言えてきましたけど、落ち着いてましたね。早いアプローチです。チャンスを演出できるか。さあ、バイアーノ。さあ、山形1対0でリード。佐藤、京堂、さらに前に行きたい。これ入りましたよ。さあ、どうか、通るか。おお、テンペスがパスを出しましたが意図が合いませんでした。ちょっと長かったですね。本田、羽賀、栗山、41分が経過、前半です。先ほどゴールを決めている。さあ、山田が拾ってクロス、バイアーノだ。おお、ナイスディフェンダー。あー、ここで前半が終了ですね。前半から得点が動いています。山形先制してハーフを迎えました。前半は山形が積極的でしたね。まあ守備もコンパクトだったんで、千葉がね、攻める目をね、結構早めから積んでましたけどね。しかしまだ1点差。さあ、ミキが抜けた、クロス、おお、バイアーノ反らして山田。いやー、必死のクリアですね。出せる人いますよ。いいところ。さあ、本田が打っていった、2点目。追加点が決まりました。これで差は2点。当たって跳ね返ったところを冷静に決めます。こういったこぼれ球を冷静に決められるっていうのは素晴らしいですよね。まあ、ポジショニングも良かったですからね。こぼれ球ですね。今シーズン初ゴール。こぼれたところですね、ここね。スペースを狙います。まあ、千葉を抜けてくれば、さあ、千葉抜けてきて、ケンペス、ふかした。いやー、ちょっと浮いちゃいましたね。クロスバーの少し上。いや、ビッグチャンス。悪くなかったんですけどもね。ちょっとはここからどう組み立てるのか。さあ、ドリブルで抜けて。よしが早いでしょ。3人来てますからね。打てそうだ。打ってった。ポスト。ここはクリアします。千葉猛攻、もう一本、くしびき。これはバインセーブです。いいセーブですね、キーパー。ナイスセーブ。この試合初めてのコーナーキック。おお、いやー、際どいコースでしたね。合わせに行きましたが決めることができませんでした。枠に飛びませんね、なかなか。山口、大きく縦に入れます。さあ、おお、ケンペス通った。うわー、加賀がカット。ケンペスがちょっとファーストタッチがぶれましたよね。どういった攻めを見せるのか。うまくリードを守りながらゲームを進めてますよね。なかなかいい状態ですよね。さあ、入れ替わった。スペースを狙う。ん、ループシュート。おお、このボールはクリアです。
北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。山形としてはバットはいるんですけどもね、ペースダウンしている感じには見て取れますよね。さあ通るか、うわ流れた。さあカット、さあどう攻めるか。おお、うわボールはクリア。こんなキック、守備陣の緩慢なプレーを見逃しません。相手の隙を見逃さずうまくついた形でしたね。そうですね、やっぱり高い位置で奪えばセカンド打てた。生まれてきますよね。はい、ここで奪われました。さあどう攻めるか。加賀、ここはカットされる。さあ高木打った、あ3点目。山形3点のリード、ダメ押しゴールになるのか。見事なワンツーでしたね。そうですね、一連の流れ、シュートまでのイマジネーションがこれぞワンツーという形でしたね。南高木で打っていきましたね。シーズン2ゴール目です。いや、ボールがつながる。これは取られてしまいます。ああ、ここで試合終了。ここで笛です。3対0、山形貴重な勝利です。勝ち点3をものにしました。山形、まあ今日も3対0で勝ちましたけども、山形としては攻撃的で枠が違う、シュートが全部枠に飛んでますからね。千葉もね、チャンスの場面あったんですけどね、そこが枠に飛びませんでしたね。今日はお付き合いありがとうございました。こちら選手評価ですね。山形の熊本選手が7点ですね。山形勝利して勝ち点3を手にしています。それではハイライト見ていきましょう。さあこれ先制点ですね。バイヤーノからのパスがこぼれたところですね。まあ前節も似たようなシーンありましたけども、そこきっちり山崎拾って決め切りましたね。でこれ2点目、まあ、ここもね同じなんだよね。こぼれたところなんですよね。こぼれてちょっと、うん、フリーになったところをまあしっかりね決めていったと。ここまで上がってましたね。さあこれ千葉ね、ケンペス選手にグラウンダー上がって、いやー決定機、ここね見事競り勝ちましたね。でグラウンダーの速いボールだったんですけども、あーちょっと枠にね入りませんでした。さあここはねポストを叩いたシーン。なんでね、こう千葉の方がこう迫力のある攻撃はしてるんですよ。一瞬のチャンスを山形が掴んだので、点差がついてますけど、組み立てから考えると千葉の方がかなり上でしたね。これはちょっとループ気味に蹴ったんですかね。さあこれ高木の3点目ですね。まあ今回はわりかし左隅に決まることが多かったですね。シュートのコースは甘いんですけどね、少しね。はい、ハイライトは以上です。さあ他会場の結果ですね。柏レイソル4対1で勝利しています。
甲府も4対1で富山に勝利しています。こちら岐阜が福岡相手に2点取って勝利していますね。それでは順位表を見ていきましょう。順位表はご覧の通りです。得失点差、勝ち点が並んでる山形と柏、順位変わらず山形がまだ首位のままですね。上位4チーム、まあ京都までがちょっと序盤ですけども抜け出してきたかなという勝ち点の差になっています。まあ一方下位はですね、まだね団子状態になってまして、まあ勝ち点3を取れるチームがね一気にジャンプアップするという感じになっています。まだねサヌキ、ベルディ、富山がね、まだ勝ちがありません。勝ちがないのはあれですね、愛媛も勝ちはありませんけども6戦引き分けですね。珍しいですね。次節は東京ベルディ戦ですね。ベルディはちょっと今季まだ勝ちがないので、ちょっとどういう風な戦いになるか注目したいところです。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。